皆さんこんにちは。大隅健也さんと聞くと小柳ルミ子さんと共に思い出す方も多いかと思います。それも大隅さんにとっては過去の話になっており、今ではダンサーとして大成功されています。大隅さんご本人は小柳ルミ子の元旦那と言われることが嫌だったと話されていましたが、自分の実力を見てもらえていないと感じていたのではないでしょうか。現在は多くのミュージカルに出演され、ダンサーとして確固たる実力を示しています。そこで今回は大隅健也さんの現在についてをプロフィールとともにご紹介します。大隅健也さんのプロフィール。名前大隅健也。生年月日1965年10月26日。出身地静岡県浜松市。血液型 A 型。身長178センチ。趣味ダンス、スキー、ゴルフ。出身校静岡県立浜松北高校。日本大学芸術学部演劇学科。大隅健也さんの経歴。大隅さんが生まれ育った浜松市の実家は今や地元の名所になっているそうで、70歳を超えた母親はダンスが好きで、現在もバレエやタップダンス、ジャズダンスをされているアクティブな方だそうです。大隅さんがダンサーになられたことや運動が得意なのは、アクティブなお母様からの影響が大きいのかもしれませんね。過去に大隅さんは、いい舞台を見せることが親孝行だと思ってさらに精進します。お袋、ありがとう、と母親への感謝を口にされていました。大隅さんは高校の時ダンス教室に通っていましたが、実は同じ教室にお母様も通われていたのだとか。高校生の大隅さんは母親と同じクラスで踊るのは恥ずかしかったそうです。多感な時期の習い事で親が同じクラスにいるのが嫌だというのは当たり前の感情でしょうね。母親は大隅さんのことが心配だったのかなと思いますが、楽しそうな教室だったから一緒に踊りたかったという可能性もありそうな気がします。昔からダンスを続けてきた大隅さんは、日本大学芸術学部を卒業されています。通称日芸とも呼ばれ、多摩美術大学などと並んで芸術を学べる大学の中でも志望者が多く、入学するのが難しい大学として知られています。芸能界で活躍する方が卒業生として名を連ねていることでも有名ですよね。日大卒業後はダンサーとして活動し、歌手のバックダンサーなどを務めるものの売れない時期が続きました。そんな大隅さんの名前が全国に知れたのは、1989年に小柳ルミ子さんとご結婚された時でした。結婚当時、小柳さんが36歳、大隅さんは23歳と、当時では珍しい年の差婚、かつかなりのスピード婚だったことでも話題になりました。さらに、売れっ子歌手と無名ダンサーとの結婚のため、格差婚とも売名結婚とも言われ、多くの番組で取り上げられることに。お二人の出会いは、大隅さんが小柳さんのバックダンサーになったことでした。当時は小柳さんのバックにつけることが男性ダンサーの憧れであり、ステータスだったとか。初めて出会ったのは小柳さんのディナーショーのリハーサル。それからわずか1ヶ月前後で入籍したことにも驚くのですが、実際に付き合った期間が10日ほどだったことにはなおさらびっくりしますね。結婚後は夫婦での番組出演やステージなどもこなしていて、おしどり夫婦だと言われていました。しかし結婚から11年後の2000年に突然離婚を発表し、世間をざわつかせます。離婚の原因は大隅さんの女性問題でしたが、子供が欲しかった大隅さんに対して小柳さんが賛同できなかったことも理由の一つでした。結果的に大隅さんが慰謝料1億円を払うことで離婚となりました。その後大隅さんは慰謝料を払うため様々なオーディションを受けまくっています。その結果、シカゴやタイタニックなど多くのミュージカルに出演。オーディションを受けての出演だったことが大隅さんの実力の証明になったのでしょう。さらにミュージカルだけでなく、 TBS 系列で放送された
スポーツマンナンバーワン決定戦という番組にも出演しています。芸能界のスポーツマンを集め、様々な種目を行った結果をランキングにして芸能界ナンバーワンを決めるという内容でした。大隅さんの他には俳優のケイン・コスギさんやボクサーの飯田聡さんなど元プロスポーツ選手も含まれた豪華な顔ぶれが揃っていました。大隅さんは1997年の第2回大会で総合2位になったことで運動神経の良さなどが世間に認知されていきました。その後大隅さんはダンサーだけでなく演出家、振付師、ダンス教室での指導、さらには俳優としても活動され、マルチな才能を発揮されています。ちなみに離婚後は小柳さんとの師弟関係が続いているそうです。過去には舞台を見た小柳さんが楽屋を訪れて、役者として立ちなさいとダメ出ししたこともありました。舞台での立ち方がダンサーのようだったことからのアドバイスでした。この時のことについて大隅さんは、すごく嬉しかった、大先輩として尊敬しているし感謝していると話していました。離婚後も師弟関係を継続していることには驚きましたが、大隅さんと小柳さんには今の師弟関係がちょうどいい距離感なのでしょうね。アドバイスできる関係が続いていることは素敵ですね。現在の奥さんは、大隅さんは現在8歳年下のダンサー岡千恵さんとご結婚されています。岡さんのダンスの実力については、演出家の宮本亞門さんが日本のトップダンサーだと絶賛しているほどで、振付師や女優としても活躍されているようです。岡さんと大隅さんが出会ったのは2004年のミュージカル共演です。ダンサーだけでなく振付師としても活動しているという共通点があり、意気投合したそうです。その後2010年のミュージカルカーテンズでの共演がきっかけで交際が始まります。二人は3年の交際を経て2013年にご結婚されました。大隅さんは結婚後、庶民感覚を取り戻してほしいという岡さんの考えから、1日500円のお小遣い制になったそうです。必然的に移動手段も限られ、100円で買える自販機を探すこともあったようですが、お小遣い制のおかげで倹約家になれたと話されていました。お二人の間にお子さんはいませんが、ご夫婦仲良くとても幸せそうですね。いかがでしたか？幸せを手に入れた大隅健也さん。これからの活躍にも期待したいですね。